回の小岸だよりは新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援を中心にお送りします。新型コロナウイルス感染症がなかなか収まりませんね。これによって行動が制限されたり事業が困難になったりと影響が出ています。このため国や県市から様々な支援策が行われています。今回も先月に引き続き新型コロナウイルスに関する各種支援についてお話を伺います。お話は小岸新型コロナウイルス感染症対策課の古賀さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ古賀さん、改めて伺いますが、現在どういった支援策があるんでしょうか？はい、個人向けと事業者向けに支援策があり、給付、貸付、減免、猶予などの支援策があります。はい、その中から今回はどんなことについて説明していただけますか？はい、今回は事業者の方へ向けた支援策の説明をします。はい、それでは詳しく教えてください。はい、まずは持続化給付金チャレンジ事業者持続化支援金についてです。はい、昨年の同じ月と比べて売上が半分以下に減少している場合に、昨年の総売上からその減少した月の売上の12ヶ月分を引いた額の給付が受けられます。この給付額はどうなってますか？はい、中小法人などで最大200万円、フリーランスを含めた個人で最大100万円となっています。はい、こちらはどんな方が対象になるんでしょうか？はい、農業、漁業、製造業、飲食業、小売業、作家、俳優業など幅広い業種で法人、個人の方が対象となります。なるほど。そしてチャレンジ事業者持続化支援金も同じ支援制度ですよね？はい、そうですね。佐賀県のチャレンジ事業者持続化支援金は令和2年の1月から4月までに創業された事業者の方で、事業計画と実際の収入等を比較して同じように半分以上減少していれば申請ができます。ただし持続化給付金との重複した申請はできませんのでご注意ください。はい、それでは申請方法を教えてください。はい、持続化給付金はオンライン申請となりますので、パソコンやスマホから手続きを行います。ご自身で電子申請を行うことがちょっと難しいという方にはですね、申請サポートセンターとして佐賀玉屋玉屋ビル1階に特設会場が設けられています。また小岸市の商工会議所でも申請のサポートをされていますので、こちらもご利用ください。事前予約が必要な会場もありますので、まず会場へお電話で確認をお願いします。はい、この申請はいつまででしょうか？はい、締め切りは令和3年の1月15日までです。まずは持続化給付金、そしてチャレンジ事業者持続化支援金についてお話を伺いました。続いてはどんな内容でしょうか？はい、次に事業継続応援給付金です。事業者向けの事業継続応援給付金は令和2年3月から12月までのいずれかの月の売上が前年の同じ月と比べて 20% 以上減少している事業者の方へ給付を行うものです。はい、この給付額はどうなっていますか？はい、個人へ10万円、法人へ20万円の一律給付となっています。はい、こちらはどんな方が対象になるんでしょうか？はい、小岸市内に事業所がある事業者が対象です。この申請先を教えてください。はい、小岸市の商工観光課の方で申請をお願いします。はい、小岸市の商工観光課までお願いします。締め切りはいつでしょうか？はい、令和3年の2月15日までとなっております。はい、事業継続応援給付金について紹介しました。そして他にもあるんですよね？はい、続いては農林水産業継続応援給付金についてご紹介します。はい、令和2年の1月から12月までのいずれかの月の売上が前年の同じ月と比べて 20% 以上減少した農林水産業者の方へ給付を行います。こちらの給付額はどうなってますか？はい、個人へ10万円、法人へ20万円の一律給付となっています。はい、これはどんな方が対象になるんでしょうか？はい、小岸市内に事業所がある農林水産業の法人、そして小岸市内に住所を有する個人農林水産業者が対象です。はい、それでは申請先を教えてください。はい、
小城市の農林水産課の方へ申請お願いします。はい、こちらは小城市の農林水産課まで申請お願いします。締め切りはいつですか？はい、こちらも同じように令和3年の2月15日までとなっています。はい、ここまで各種支援ご紹介したんですが、本当にいろいろあるんですね。今回紹介したもの以外にも様々な方法で支援をしております。はい、詳しくは小城市の新型コロナウイルス感染症対策課にお問い合わせください。はい、電話番号は 0952-37-6156 です。はい、ぜひ支援策を利用して少しでも以前の生活に戻れるようになってほしいですね。その他にもお知らせはありますか？はい、続いては医療体制についてのお知らせです。はい、はい、インフルエンザなども流行する時期ですけれども、実際に発熱などの症状が出た場合にはまず電話でかかりつけ医に相談をお願いします。はい、で受診できるかどうかを確認をお願いします。受診ができる場合には LINE する時間を決めて LINE できます。受診ができない場合には他の医療機関の紹介をしてもらってください。はい、まあ、かかりつけ医があればまずは電話で相談をするということが大事になりますね。かかりつけ医を持たない場合にはどうすればいいでしょうか？はい、その場合にはですね、受診相談センターに電話をしてください。はい、そこで診療や検査ができる医療機関の案内を受けていただきます。はい、受診相談センターにご相談お願いします。こちらのお問い合わせ先教えてください。はい、発熱などの症状がある場合は 0954-69-1102 へ、発熱時以外の一般相談用ダイヤルは 0954-69-1103 に連絡をお願いします。はい、ご覧の番号までお願いします。受診する際にどんなことに気をつけたらいいですか？はい、受診する前にはですね、必ず電話で相談をしていただいて LINE 時間を決めてください。病院に行く際にはマスクを着用して公共交通機関以外の、利用してください。はい、やっぱりまずは感染しないように日頃から手洗い、マスクといった一人一人の予防策も大切になりますよね。はい、そして最後は人権に関するお知らせですね。はい、新型コロナウイルスの感染に関して医療従事者の方や感染された方、そのご家族への根拠のない言動や嫌がらせが見られています。予防や対策をしていても誰にでも感染のリスクは伴ってきます。感染された方やその家族、医療従事者の方に関する情報の詮索や不当な差別、偏見、いじめなど心ない行為はしないようにお願いします。はい、もう本当に思いやりが大切になりますよね。はい、感染された方が職場や学校に復帰された際にはねぎらいの言葉をかけるなどして、お互いに支え合いながらコロナ禍を乗り切っていきましょう。はい、やっぱりこう感染された方も不安な気持ちを抱えていますからね。そういったコロナに関する人権で相談できるところはありますか？はい、不当な差別や人権について困ったことがあれば電話相談やインターネットでの相談窓口もありますのでご相談ください。はい、ここまでお話古賀さんに伺いました。古賀さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。文化課からのお知らせです。小城市立歴史資料館2階では創造のガラス壁ギャラリーとして桜美会会員の作品を展示しています。今回は金子照之さんの作品展を開催します。金子さんはコンピュータグラフィックスを駆使したアート作品を制作されています。鮮やかな超現実的な作品をお楽しみください。会期は1月13日水曜日から2月7日日曜日の9時から17時までです。また1月23日土曜日の14時からはギャラリートークも行われます。ぜひお越しください。次に小城市立中林五地区記念館で令和2年度第3期収蔵品展として五地区さんと文字のパズル展を開催します。1月9日土曜日から4月11日日曜日の9時から17時までです。入場料は200円、大学生以下は無料です。子どもから大人まで、また親子で楽しみながら
五地区の歴史と文字を書く勉強ができる企画が盛りだくさん。五地区マジックを見て体験してみませんか？ぜひお越しください。続いては心に響け映画会を1月30日土曜日にドゥーイング三日月で、翌日の31日日曜日は夢プラット荻で実施します。映画のタイトルはペコロスの母に会いに行くです。映画会の日程は1月30日土曜日のドゥーイング三日月での上映は、午前の部は10時から12時30分、午後の部は14時から16時30分の2回です。1月31日日曜日の夢プラット荻での上映は、午前の部は10時から12時30分、午後の部は14時から16時30分の2回です。入場料は無料です。申し込み方法は小城市人権童話対策室または各公民館にお申し込みください。新型コロナウイルス感染予防対策のために事前申し込みとします。詳細は人権童話対策室電話 0952-37-6136 へ問い合わせください。続いて広報さくらに掲載する写真を募集します。令和3年3月19日に発行する広報さくら令和3年4月号に市民の皆様から募集した写真を掲載します。テーマは小城羊羹。羊羹を食べているところ、切っているところ、綺麗に盛り付けた様子など、小城羊羹にまつわるいろいろな場面を撮影してご応募ください。応募資格は小城市内に在住の方で、年齢制限はありません。続いて写真を撮影応募する際の主な注意点です。応募はデータでのみ受け付けています。写真のサイズは2メガバイトから6メガバイトまで、加工されていないオリジナルのデータに限ります。複数枚の写真を組み合わせた組写真やアプリを使用して撮影した写真は掲載できません。応募は1人1点までで、未発表の作品に限ります。人物などの被写体に関する肖像権は応募者の責任において許諾を得てください。応募方法はメールに写真データを添付し、小城市総務課秘書広報係に送信してください。応募期限は1月29日金曜日です。その他の詳しいことは小城市ホームページをご確認ください。画面に表示している QR コードからご覧いただけます。なお写真の応募が多数あった場合、全て掲載できない可能性がありますので、あらかじめご了承ください。お問い合わせは小城市役所総務課秘書広報係まで。電話番号は0952-37-6113 です。皆様からのたくさんのご応募をお待ちしています。今回の小城市だよりは、新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援などについてお送りしました。